クリスチャン・フェルディナント・エクスレは、ドイツの機械工房所有者、金細工師、発明家。ワイン醸造の時のブドウ果汁のティートードを測定する、方法を開発したことで最も有名。彼の名前にちなむエクスレスケールは、現在でも、ドイツワイン、スイスワイン、ルクセンブルクワインの公式の分類として使われている。エクスレは、シュバルツバルトの北部、バイアースブロンのブールバッハに、 ガラス吹き職人のイスラエルエクスレと妻のクリスティーナ・ユーディッタリープの息子として生まれた。子供の頃は学校へ通っていた。1780年代の終わり近くにエーリンゲンの金細工職人と宝石細工人であった人に方向に出され、いくつかの巡礼年に合わせてついていった。1800年にプフォルツハイムの宝石工場でキャビネット職人になった。1810年に プフォルツハイムで機械工房を設立し、とりわけ精密な手こばかりや大学や研究所で用いる物理的及び生水圧機器や楽器を作っていました。1820年にバーデン大公国は彼を公式の金の検査人に任命した。1829年にファンダ付けのための安全な酸水素機器を開発し、この時期には蒸留紙も作っていた。プフォルツハイムで亡くなった。 去年77歳、液体比重の法則を示す浮きばかり。この画像の液体比重計は、エクスレが作成した金属のものより、一般的なガラスのものである。1820年代に、エクスレは、旅ごとにスケールを書いた、荷重ばかりの最初の一枚の原稿を作った。彼はもし荷重の砂糖の量を測定することができれば、結果として得られる、ワインの発達を、 よりよく予想することができるであろうことに気がついた。1830年代から1830年頃からエクスレの荷重ばかりは大量生産された。本当はこのような荷重ばかりを発明したのはエクスレではない。違う人が作った違う型のものがそれより250年以上前から存在していた。彼がしたことは実用的に有用なスケールを測りに導入し、 ハカりを大量生産したことである。エクスレの受けハカりは、金属、典型的なニッケルシルバーで作られた。また、浮きの中空は、典型的な金メッキをした。エクスレがハカりの大量生産を始めたとき、非常に熟したブドウから作られる甘いワインが、数十年来ドイツワインの最高傑作として、確立されていた。この開発は1775年のシュペトレーゼワイン。 の偶然の発見や1787年のアウスレーゼの指名の導入などにつながった。したがって、この開発によって、簡単に、ブドウ果汁の糖度が測定でき、分けられるようになることは、ワイン醸造家にとって魅力的であった。キャロリーネ・ビルヘルミーヌ・フリーデリケ・グメリンと1803年12月8日に結婚し、5人の子供を設けた。出会いコンデアいコン ありがとうございます。